海のシーズンだわね。うん、マリンレジャー楽しみ。でも海は楽しいだけじゃないわよ。急に怖いよママンタ。自然には楽しさも危ないこともあることを知らなきゃ。正しい知識で水難事故を防ぎましょう。沖縄は本格的なマリンレジャーシーズンです。海に出かける機会が増えるため水難事故が増える時期でもあります。令和4年の1年間に県内で発生した水難事故は106件に上り、40人の方が亡くなっています。大きな特徴として県民は釣りなどをしている時の事故が多く、観光客はスノーケリング中の事故が多くなっています。沖縄県は全国の中でも水難事故が多くて、5月から10月までの長い期間多発する傾向にあるの。そこで沖縄県警察では関係機関と連携して7月1日から10月31日までの期間、水難事故防止運動を実施しているのよ。マリンレジャーをしている人への声かけや船やヘリコプターによるパトロール、マリンレジャー業者への安全指導など事故防止に向けた様々な取り組みを行っています。こうした活動はもちろん、事故を防ぐには一人一人の心がけが大切よね。そこで皆さんに守っていただきたい3つの注意事項があります。1つ目はライフジャケットの着用。過去に岩場で釣りをしていた男性2人が高波にさらわれ海に落ちるという事故がありました。2人のうちライフジャケットを着用していた1人は海に浮いているところを救助されましたが、未着用だったもう一人は亡くなりました。マリンレジャーの際には必ずライフジャケットの着用をお願いします。2つ目は子供から目を離さない。屋外プールに遊びに来ていた父親と子供2人が帰る間際、父親が目を離した隙に男の子1人がもう一度プールに戻り、何らかの理由で溺れました。男の子はプールの中で沈んでいるのを他の利用者に発見され救助されたという事例があります。子どもの水難事故の多くは大人が目を離した隙に発生するケースが多いの。海や川、プールの近くでは絶対に子どもから目を離さないで。3つ目は飲酒時や体調不良の時は海や川へ入らない。友人だとビーチでお酒を飲んでいた男性が一人でサップに乗って海へ出て行き、その後海面に浮いている状態で発見され死亡が確認されるという事故がありました。アルコールが体内に残った状態で泳いだり、体調不良だと分かっていながらも無理にマリンスポーツをやって事故につながるケースが後を絶ちません。命を守るためにもマリンレジャーは体調が万全な時に楽しみましょう。大切な命を守るため、みんなで声を掛け合いながら3つの注意事項を守りましょう。あ、SDGs の卵、今日は11番、水難事故を防いで誰もが安全に暮らせる街づくりを。みんなで大切に育てていきましょう。続いて県からのお知らせです。県警察本部では令和6年水難事故防止ポスターの作品を募集しています。詳しくはご覧のところまで。令和5年度中卒認定試験を10月19日に実施します。受験申し込みは9月1日までです。詳しくはご覧のところまで。県では県が発注する物品関係の入札参加資格審査の定期申請を受け付けます。詳しくはご覧のところまで。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせよ。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントします。ふるってのご応募待ってます。この番組はインターネットでもご覧いただけます。次回も暮らしに役立つ情報をお届けします。お見逃しなく。